はい、こんにちは、しんやです。今日はいつもの藤枝くんがいないので、カメラマンに与田家のレコード代表ヘルオさんが来てくれました。ヘルオです。カメラの外からよろしくお願いします。もう準レギュラーのヘルオさんですやった、準レギュラーだ。ヘルオさんいつも手震えてるんですけど大丈夫ですか？今日は今も手震えてますというわけで今日は池袋まで来たんですけど、なんと、はい、これに来ました。ウィズノックです。はい、これがもうリーダーの伊沢くんです。伊沢くん。もうテレビで見ない日はないという。うんうん、そして、こちら、トムくん。あと、ビジュアル系っぽいルックスのトムくんです。いや、確かに、この確かにメイク映えそうな子ですね。英語ペラペラ。おお。そして、乾くん。彼、和太鼓やってたそうです。え、じゃあ、同じドラマじゃないですか？そうです。ライバルです。そして、東大王でおなじみ、東ゴンくん。東くん、ゴンくん。はい。そしてその双子の東モン君。双子なんですね。そう、双子でもう天才という。そして、こうちゃん。こうちゃん。こうちゃん歌が上手いです。そして、山本くん。山本くん漢字が強くて、うん、謎解きのひらめき力もすごい。確かに謎を作ってられるって聞きましたよ、そうなんです、僕も。そして、我らがふくら P。ああ、ふくらくん。ふくら P です。もういつもよくしてもらって、ボードゲームやら、謎解きやら。そうですね、一緒に行く仲間ですもんね。はい。そんなクイズノックがなんとコラボカフェを7月8日からオープンします。おめでとうございます。おめでとうございます。僕に言われてもあれなんですよ。じゃあちょっと中に行きますか。はい。なんと、ここに物があります。はい。クイズノックの人たちの。どっか気になるグッズありますか？いや、全然クイズノックじゃないですけど、これ。あ、クイズノックじゃないですよ。おそ松さんとかですけど。おそ松さん、これ全然クイズノックじゃないです。はい、隣。はい、今度こそ気になるグッズありますか？はい、これキーホルダー。すごい。おー、これは、クイズノックの。ドイツの首都はどこですか？ベルリンですか？おお、正解。え、じゃあこれ謎解きですか？あ、これ謎解きかな？どういうことだ？何ですか？いや、でもツリーになってますね、なんか。ツリーで、スター、あれ？クリスマス。クローバーがあるし、コースター。コースター。第1弾、あ、から、カルタみたいになってますね。そうですね。いや、カルタはこれです。あ、カルタはこれ。はい。これもカルタっぽくないですか？まあ、ぽいですね。カルタもあるし、カルタっぽい交差もあるってことで。ガチャガチャです。お。500円。500円。缶バッジ。ウクラピーのは、ニュピって書いてますよ。ニュピ？ニュピ。どういうことですか？どういうことですか？これ。早押しボタン。これは？これはちょうど今僕も注文している。そうですね。早押しボタンです。早稲田式の早押しボタン。お、おどうですか？いや、もう押し具合が全然違う。あのディラン・グレイの早押しクイズのはやっぱ全然違いますか？全然違いますよ。やっぱ買ってよかったな。早く届いてほしいですね、はい、そしてこれ、はい、お、地球儀、お、早押しボタン、はい、早押しボタン、めちゃくちゃ早押しボタン好きじゃないですか。ひらめいたやつ、お、これ謎解きでも使えそうですね。そうっす、等身大の、おお、はふくら P の炭酸飲料マスカットを注文しました。おお、ふくら P の、ふくら P プロデュースの、これどんなやつなんですか？マスカットと炭酸飲料が入ってるやつです。うん。そしてこのランダムコースター、はい、ランダムコースター、はい、誰かな、誰でしょう。ピッ、お、鬼褒め、鬼褒め。じゃあせっかくなんで、ヒロさんの方、僕の方も、ちなみに僕もふくら君のマスカットを頼みました。じゃん、お、お、イヌイ君、いけないんすか？おお、いけないっす。名言ですね、多分。名言です。これから食べ物が出てくるらしいんで。おお。楽しみに待ってます。はい、来ました。
こちらはふくら P でもギリ食べれるロコモコ丼です。あ、ロコモコ丼なんですね。ふくら P、 ふくら P は野菜嫌いで有名なんで、まあ、僕より野菜が嫌いなんで、まあ、ふくら P でもギリ食べれるなら僕はまあ食べれるだろう。結構入ってますね、野菜。まあ、これトウモロコシです。これ食べれます。グリーンピースも食べれて、まあ、芋を食べれますね。かぼちゃは、まあ、僕もギリ食べれます。シナさんもなかなか野菜嫌いですよね。で、レタスはまあ食べれますし。これなんだろう。これ何ですか？なんかパプリカのトマトっぽい。パプリカは食べれないですね。パプリカだと食べれないですね。はい。で、またランダムコースターが2枚来ました。来ましたね、また。はい。じゃあ、やります。はい。じゃん。お、くだらねえ。くだらねえ。くだらねえです。そして、はい。お、あは古い日本人なので。我って書いてあって読んでますね。見たいっすね。いや、勉強になりますね。勉強になりますね。これ50音全部あるんですかね。ありそうです、あそこ。おお、いっぱいあります。めちゃくちゃありますね。ここはマルヒゾーンです。あ、本当だ。もう、あとかじゃないやつがあるんです。そしてこちらがメニューです。本日のこちらが本日のドリンクメニュー。で、こちらがお食事。うんうん、すごい。え、これもめちゃめちゃ種類多いですね。めっちゃ多いです。デザートまであります。品さんが頼まれたロコモがそのロコモコですね。それを今から食べます。はい。では、食べます。お、それはお肉です。うん、まどうですか。めっちゃうまいです。めっちゃうまそうですね。めっちゃうまいです。米もめっちゃ美味しいです。おお。じゃあおすすめですね、これ。これおすすめですね。この得体の知れない何かを食べます。あ、そうですね。それ何なんでしょうね。じゃがいもでした。あ、じゃがいもだったんですね。はい、じゃあ全然パプリカじゃないです。はい。ヒロさんのが来ました。はい。僕には伊沢さんのキッズプレートで間違い探しがついてます。間違い探しがついてますね。これはお子様ランチですか？そうですね。お子様ランチです。めちゃくちゃ可愛いハンバーグが2個ついて。ああ、味はどうですか？味はまだ食べてないからわからないですけど、多分これめちゃくちゃ美味しいです。ヒロさんもコースターが2枚来ました。はい、コースター2枚来ました。さあ、じゃあ行きます。何だろう。では。エキセントリック駅前座布団販売店。次もう一つ。さあ、お、これなんかシークレットっぽくないですか？うわ、これ写したらダメなやつだ。あ、写しちゃダメなやつなんです。やば、レアのが出ました。ラッピーです。お世話になってます。ガスまた夏の日をお願いします。ガス伝わりました。クイズカップのマニアックな部分めっちゃ伝わりました。8割伝わらないんだけど、いや、7割伝わりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、さよなら。あんまこういう感じのチャンネルじゃないですというわけで、コラボカフェ行ってきました。どうでしたか？とっても美味しかったです。いや、美味しかったですよね。お土産までもらいました。何が入ってるんですか？何かが入ってます。いや、これ気になりますね。というわけで、コラボカフェでした。皆さんもぜひ行ってみてください。さよなら。